上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。気づけろ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。ただし切れ。うっせろ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。頭をかち割ってやる。己を買いかぶりすぎじゃ。命乞いするなら稲妻だ。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。手を回れる犬が。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。ひどい雨で立ってたら山に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。もう一発じゃ。そこで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、父さん、お見送りにせえ。女をすぐさま離せ。
食っちまいな。俺たちは何をしてる。ああ奴らは鬼じゃ。じゃあこの男を縛れ。逃げるがいい臆病者。この犬が。容赦ない手術。逃げろ、置いていけ、逃げろ。やりやがったな、やろう。どこのお方か存じませぬが、誠に片付けのございます。役立つのクズ野郎が。どこっちだ、行こうぞ。気を抜くでない、気を抜くでない。ここまでだ。犬
命乞いするなら今のうちに。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく知ってるだろう。いやそれだけじゃねえ、何かあるに違いねえ。そうさ、もっとでけえものがかかってる。それを忘れんな。うせろ、チルズが。これで最後じゃ。せいや。さあ。やっと現れおったが、みな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。やれ、死ぬ止めろ。刻んで頭をかしらせかけ犬が。命乞いするには少々過ぎたな。うわおのれのような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。